You're listening to Shibuya Cross FM。 狼少年の君こそスターだ。狼少年片岡でございます。狼少年浜口です。加賀夫と森田くんです。お願いします。いつだっけな、今週の月火で、はい、俺川口、いや山中湖行ってたの。ああ、はい、うん、はいはい。そうしたらさ、山中湖で、あれあんだな、水陸療養バスみたいな、はい、バス、はい、乗ったことある？ないっす。お台場にもあるらしいんだけど。あ、そうなんですか。そう、乗ったのよ。はい。で、なんか、うん、バーって道あ走って、今から海行きますよ、みたいな、湖行きます、みたいな、はい、シュパーンって言って、おー、うん、はい、なんか、うん、いろいろボケがあるみたいな、その、今タイヤはどうしたでしょう？1隠れた、2、うん、そのまま、3、砂浜に置いてきた、はい、なんでしょうみたいな。いや、そのだから添乗員さんが、うん、しまったんでしょうみたいな、はい、正解は3、砂浜に置いてきた、ではなくみたいな。いや、いや下手くそかみたいな。そんなまあありつつやってた。そしたらそこでさ、まああいにくの天気で富士山は見えませんがっつって、富士山ほんと全然見やがったけど、今年富士山登ると何百年に1回かの今状況らしくて、33回登った効果になるらしいですよ。1回登っただけで、うん、どういうことですか。効果がそんだけ疲れるってことですか。いや、だからそんだけなんかお日柄がいいんじゃない、今年登るの。お日柄がいい、はい。なんか次お日柄がいいのはなんか250年後ですよみたいな、なんかそんなような会話をしてたの、はい。だから森田登ってきたら僕っすか。かねえの。今年え、膝死んじゃうか。浜は何回登ったっけ。1回か。富士山わかんないけど、子供の頃も行ったことあるし。あ、子供の頃も行ったの、頂上まで。行ったことあるよ。頂上まで行ったか覚えてない。じゃ行ってないよ、子供の時は行けないよ、あれ。違うんだ。5合目までだよ。5合目までですか。車でですよね、あそこ。で、1回普通に登ったもんな。登った。で、2回だな。ああ。なのかな。それが33回分だから、今年登った。ああ、男です。どういうこと。だから、めちゃくちゃしんどいのよ。はい、そうっすね。牛丼33杯分ってこと？1回で。だけどさ、浜口さんもさあれしんどかったけど、登った時ってさ、うん、なんか、あ、俺できるんだみたいなマインド上がんなかった、ちょっと。まあ、達成感はあるよ、ね、あるじゃん、はい、それが33杯分くるってこと。マジっすか。だって俺も確かに人生で4回登ってんのね。でも1回は1回じゃん。だけど、うん、いやいや、それを知らない人に登ってほしいよ。知らない、それを聞いてない、事前に聞いてなくて、うん、うわ、なんか33回分来たわって思ったら、本当だなって思う。いやいや、知ってる人が言ってもね、違う違う違う、違う、だから言い聞かせちゃうから、うん、それでいいんだよ。俺だって本当に33回分なんか1ミリも思ってない。ただ、お日柄がよく33回分あるんだよっていうのを聞いたから、はい、しかも7月1日から登れるから、ああ、明日か。なんか久々に、まあ登らないけど、はい、面白そうだなっていう匂いがしたっていう話。ああ、33回分。うん、聞いたことなかったから。そうですね。うん、それを、うん、それ聞かなくて登って33回も出す。ないそのないよ、絶対そんな定義がよくわからない。いや、なんか33回分よくない。そういうなんかパワースポット業界でよくあるのよ、そういう、うん、今年は何年に1回か割引になるの。え、割引になるの。まあ、割引ね。そっちの世界でいうそういうようなもんよ。うーん、だからそういうのがあるんだなと思って。ああ、はい、うん、なんかそういう話。今年は確かお得ってことですね。お得、はい、だ、森田も足が治るかもしれない。あ、治る、治るわけがねえよ。いいっすか、はい、やっと治りかけてきたね。あるかもしれない。で、一回も登ったことない、はい、ありますよ、大学時代全部登った。頂上まで行きました。それで登った時どうだった。あ、なんかちょっと富士山
登った後は気持ち良かったんですけど、ちょっとなんていうんですか、ね、過大評価しすぎてたかもみたいな、ちょっと期待値を上げすぎたかもっては思いました。わかるわかる。その行った達成感はそれなりにあるんですけど、もっとなんかあると思って期待して行っちゃってたんで。それ登るの今年です。今年か、そうか、33倍です。33倍ですか。確かに。あの頃満たされなかった部分が満たされます。はい、ああ確かにそれはそうです。でさ、どういう風に登った？俺とか浜口さん登った時ってもう毎回どうだろうな、あそこに4時ぐらいに着いて、はい、5合目まで車で行くけど駐車場空いてなくて4合目半ぐらいまで車を置いて、もうそっから登っていくみたいな。おお、そうなんですか。登ってって、あ、頂上近いじゃんってパッて登ったら実はそれは6合目だった。もうなんかな、孫悟空のオチみたいなさ、はい、なあ、はい、感じだよ。あ、それで結局夕方ぐらいに3時ぐらいに着いて、はい、でなんか寒いなっつって、で頂上の上もう一個観測所あるじゃん、そこまで行ってあの帰ってくるみたいな。あ、うん、はい、今だと富士山も御朱印とかあるんでしょ、あれ。ああ、そうなんですね。頂上登った人しかもらえない、はい、うん、で、その御朱印をアマゾンかなんかで3000円で売ってるらしいよ。アマゾンじゃなくてそういうので売買してる人がいて、はい、けしからんなっていう話を誰かから聞いた。ああ、そうですね。なんか良くないことな気がする。だけどもしかしたら足が不自由でさ登れない人もいるじゃん。ああ、はい、うん、そのコンプリート欲で考えると必要枠なのかなとも思ったり、うん、はい、なんか上まで登れるなんか作るとか言ってなかったっけ。そうなの。うん、一番上までもうなんか乗ったら登れちゃうの。ロープウェイみたいな。そうそうそう。なんか俺聞いたのはその1万円かなんかいくらか払うと、うん、あのジュースとか入れる機械でガガ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 みたいな、キャタピラみたいので、はい、上がることができるっていう都市伝説は聞いたことある。おそしたらもうあれだよね、効果は50マイナス50回分の効果になる。マイナスかは知らないけどね。まあ行くだけでな、なんか心がさ、我がの足で登ってないと。うん、行くだけで心がね、ご利益もないよそれは。あの満たされるから、はい、いいんじゃない。いや、なんか富士山やっぱ魅力的だったけどね。そうっすね。唯一心残りが、うん、ご来光を目指して行ったんですよ。ご来光ってことで、その夏ですけど、うん、その日の出を、はい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 、日の出を目指して行ったんですけど、うん、途中でその友達が、うん、もしもはあ、きつい、ああみたいな、ちょっと高山病かもみたいなんで、みんな言うんだよ、へばったから、うんうん、だいぶペース、それでペース落ちて、だからそのせいでもう、うん、その多分結構上がってから、うん、多分6時ぐらいなんですか、着いたのが、うん、ぐらいに上がって、ああ、日の出、あ、うん、日の出こうしてる時に日の出を見るみたいな、うん、今登ってる時に、ああ、日の出来ちゃったみたいな。で、なんかあのご来光システム楽しむのって日本人だけらしいな。あ、そうなんですか。なんか俺、その海外のグランドキャニオン今年見ようっつって行ったけど、はい、やっぱ日本人しかいなくて、へぇ、海外の人は何が元旦に太陽見ていいのみたいな感じらしいな。ああ、そうなんですね。そういうもんみたい。だから日本人しか、うん、が多かった。まあ、太陽をなんか神様、お天道様として見てるのが日本の文化ってことですね。なのかもしれない。一概には言い切れない。ていうかその見て感動で言うなら、うん、あれ行ってきましたよ僕、あのディズニーランドのディズニーシーか、おお、今 CM でもやってるあの パレードっつかなんだイベント何やってます？ミーシャの40周年の、はい、あのイベント。ああ、今、あ、確か40周年ですもん。確かに、やってんすか。なんていうのあれ、7時ぐらいからやるやつ。ああ、いやでも湖の周り、エレクトリカルパレードみたいなこと的な C のやつ、ね、その C バージョン、もう、まあ、もうあれ、そうっすね、あれすごいな、あれもう、いや、あれはね、もう何なんだろう、わかります、これでもかっていうぐらいやつよ。はい、畳みかけてくるってことでしょ。もうすごいよ、年々アップグレードしてるね、うん、そうっすね。みんな友達家族何度から何度か何度かー、はい、うわー、ルルルルルシュッ
シュプロジェクトマップ、マップロジェクトマップで、もう山とかキラ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 、おー湖が火でブワー、あ、はいはいはい、どうやってやってんだろう、湖がこうなんか網だくじみたいにさ、どんどん、あ、マジっすか、すごい、若干ちょっとあったかくあ、おー、もう矢継ぎ部屋にあのキャラクターの、はい、船みたいなのが、あ、はいはいはい、で、あの星のを彩ったさ、はい、ちっこ型ジェットみたいなのが、で、富士山じゃない、山が、はい、富士山、持ってかれてさ、33回分かれました噴火してさ、はい、もう、なんなんだろうな、あれもう、いや、だけどさ、俺思うんだけど、まあ、今作ってる人ってさ、自分が小さい頃にそういうのを見て、はい、うん、成長してるじゃん。ああ、だからどんどん次の世代が作っていくから、今これを見た子供たちはもっとすごいものを作るんだろうな、自分で。作るんだろうな。そうですね、はい、で、そういう技術もなかったじゃん、はい、その、ね、プロジェクションマッピングとかさ、はい、だからなんかいろんな角度で見た方がいいらしい。なるほど。だからもう全体像見えない。あ、そうですよね、一回だけじゃん。確かに、はい、うん、そのキャラクターが、はい、顔に来る位置は見えたけど、こっちに山があって、こっちにホテル街がある。あ、ホテル街、はい、ホテルもマッピングで映像でなってるんだ、はい、はいはいはい、で、山は山で、あのなんかいろんなレーザーで絵を描いたりしてるから。あ、そうなんですか。すげえ。山はちょっと見えるし、こっちはちょっと見えるけど、はい、まあ、正面は見えるけどみたいな。だからいろんな角度で見てコンプリートしないと見れないみたいな、はい、ああ、いや確かにそうです、うん、あれはでもね、若干思ったけど、だいたい劇場とかさ、ミュージシャンのライブって、はい、本人が歌ってたりして、あ、はい、でっかいモニターがあるじゃん、はい、モニター置いたらどうなるんだろうとか思ったはいはい、全体像が見えるね、はい、でも置かないじゃん、置かない、置かない、はい、そこがミソなのかなって思って。やっぱ夢の国だし、だったら何回も見てほしいってのあるんじゃない。うん、あれはすごいね。ああ、そうそう、すごい、もうすごそうだね。なんかもうね、車で行ったんだけどさ、あ、はい、駐車場を止めたのよ、はい、C の、うん、駐車場から気分が良くなる。あ行ってらっしゃいませ、はい、みたいなさ、はい、確かにね、皆さん徹底しますもんね。どうしたの、ありがとうって思っちゃうの。すごいよな、駐車場とかめっちゃ広いですもんね。うん、値上げするもんね。でもね、そうです、1万円超えるっていう、はい、変動制だっけ、その期間とか、土日とか、はい、そういう繁忙期とか、はいはい、マジで一番高い、1万900円ぐらい。1万900円ですね。まあ、なんかあれだけ面白かったら1万円ぐらい大人だったらいいよな。そうっすねって思っちゃいますけど、うん、結構嫌っていう人もいますよね。まあ、そうだよね、若い人も多いからな、はい、全然1万払う価値ありますけどね、1日あそこ楽しむんだから。森県楽しめる派？ディズニーランドで、その、まあ、意外とって自分で言うのはですけど、楽しめると思います、うん、はい、楽しいです。センターオブジアースとタワーオブテラーは絶対に行きたいと思ってます。センターオブジアースって落ちるやつだっけ。こうジェットコースターですね、さ、あの山の中っていうんですか、をこう走るジェットコースターです。俺それで言うとインディ・ジョーンズがいいな。あ、いし、あい、あい、インディ・ジョーンズですね、はい、なんかの方が俺はストーリー性を感じる。ストーリー性はそうですね。タワーオブテラーはやっぱ何回乗っても怖いな。怖いっすね、はい、 あれは怖いっす、はい、何回乗っても怖いし、あのね、首が伸びるのが、あ、どうやってやってんのか全く分かんない、はい、確かに右にいたなんちゃらなんちゃらが左に移ったり、あれ分かる、分かんないっす。あれこそプロジェクションマッピングなんだろうなとか思いながら見るんですけど、でも分かんない、分かんないな、はい、謎多いよね、はい、まあ、ほぼあれ一個かな、アラジンのやつ、なんだっけ。あー、アラジンの、はい、行く行く、俺も行くよ、上がります。うん、あれ、なんとかね、鍵が、なんとか、あ鍵、知らないかな、はい、あるちっちゃいんだよね、それみたいな、なんかさ、
あれでもう夜の方の公園になるとちょっと自分の色出してくる人いるだろう。ほらね、じゃなくもうずっと、はい、あの台本通りやってほしいけどな。はいはい、飽きないでほしい。飽きないでほしい。自分が飽きちゃってるみたいな。じゃああれ、タートルトークは前のめりに参加されるタイプですか？あ、してるしてる。カメが喋れ。そう、一回だって俺山里さんと行って当てられたりとかあったから。おお、マジですか？うん、一人ずつ。おお、なんかあった、そんなんもあった。おお、山里みたいな感じで、うん、どっかで見る、見たことある人だよじゃないけど、なんかそこまでのいじりはしてないんだけど、はい、なんかあったよ。おお。その後、原西さんがいて、ちょっとその芸能人に向けてのレセプションだったから、はいはい、原西さんがパイオってきて、あれしんどいなっつって、あれ答えるの難しいねみたいな。いや確かに。、うん、いやすごいな、あの空間にあんなに吉本芸人がいたんだみたいな。はい、ね、だから今回子供連れてったから、乗り物っちゅう乗り物はほぼ乗ってないよね。あ、そうですよね、確かに。アキラ君はもう何分かるの、そういうものを反応すんの。うん、微妙な時期、ビッグバンビートって分かる？あ、分かる。あ、はいはい、踊るやつね、あのショーのやつ。はい、を見せたんだけどさ、楽しんでる感じしたのよ。へえー、もう分かるんですね。うん、なんかすっげえニコニコしてて、はい、で後半俺眠くなってさ。あ、はい、わかります。ああいうの寝ちゃう。いい音楽だからね。その感じも取ります。そしたらアキラも一緒に寝てたみたいな。心地よいから、タイミングが一緒だったらしい。しかもそのちょうどこう、うん、なんかいい感じの時間に入りますよね。そうそう、ビッグバンビートってそのとか、はい、イカダとか、はい、そうだね、その負担がないやつだね。はい、うん、なんマーメイドラグーンのなんか、はい、お子様用のとかあるじゃん。確かに子供ってなんか丸いものが動いてるのが好きなんで、うん、多分そういうのも多分でも計算した上でやってるんでしょうね、ディズニー側も。なるほどね。だからアラジンも最初にさ、うん、みんな集まったところにさ、はい、壺からコブラみたいなの出てくるじゃん。あ、はい、はいはいはい、そうね。それを見せてやろうと思って肩をして、はい、なんか楽しんでた。理解はしてないだろうけど、あ、はい、何よりみたいなリアクションだった。もう何、アキラ君って今何ヶ月なの？7超えたで。7行くと、はい、パッパーとか言うの？言わない言わない、うんうん、まあ個人差はあるだろうけど、なんかは喋ってるけど、喋ろうとするこの意思は感じる。何喋ってるか分かんない。ああ、はい。だからそのミルクを渡してるの、母乳で育ててる、どっちもなの。もう最近は基本ミルクだよね。うん、うん、と、もう飯も始めてるから。ああ、はい、はい、あの離乳食。離乳食。離乳食って何、はい、どうやって作るの？ああ、まあ刻んで。ね、すりつぶしてもいいし、はい、例えばじゃがいもとかちょっとお湯足してさ、ふやかしてとかにしてもいいし、あんなんね、粉で売ってんのよ、離乳食です。ああ、はいはい、そうしたらじゃがいもの味とかするんだ。そうそうそう、粉シャーってやって、はい、お湯でとかしたらそういうや柔らかいやつ。徐々にミルクから、うん、そっちに行くんだ、離乳食。そうそう、徐々に硬いものにしてって。そうするとじゃあもう、うんち臭くなってきてます。まだそんなに感じない。まだそこまでですか。うん、食べ出すとうんち臭くなるってやつ。うん、何歳までうんちって漏らすの？ああ、もう、うん、個人差は。個人差あるけど、どうなんですかね。うんち漏らすって言って。漏らしてるっていうか。まあおむつの、ね、おむつ出して、はい。おむつって3歳ぐらいまで。じゃない？ですかね、はい。すごいな、3年。かなるほどね。だから歴史があるんだね、やっぱ、ね、入ったことないとことかさ、はい、あの
ディズニーシーの、あのおむつ交換のとことかさ、はい、確かに。それマーメイドラグーンのとこに入ったんだけど、はい、なんかちゃんと装飾もさ、あ、はい、感じ出しててさ、あ、これは子供できなきゃ入らなかったな、ここと。はいはいはい、いや、そうですよね。うん、確かに、そうそうそう、縁のない場所ですね、はい、あそこは、うん、まあ、さすがにちゃんとしてるよね。いや、そうですよね、はい、確かに、うん、もう、そつがないですよ、はい、うん、じゃあ、ちょっと森田君、曲いきましょう。今日は、つなきゆうかで、123、どうぞ。ということでございまして、浜口さん、コーナーお願いします。お題出る。このコーナーはみんなで持ち寄ったお題をランダムに引いてそれについて喋るというコーナーです。はい、行きましょうか。浜口さん、まだ書いてる、うん、じゃあいいよ、森田。あ、じゃあ俺行こうか。はい、右から。あ、もう一回シャッフルして。右から3番目。右から3番目。はい。右
から3番。あ、真ん中。はい、どうぞ。あー、これ僕なんですけど、はいはい、あの例えば今日とかちょっと雨今降り出してるじゃないですか。傘って持ってかれちゃう時あるじゃないですか。うん、その誰かに、うん、はい、そんな時に傘の取っ手の部分に、うん、お前のじゃないって手プラで貼っとくと、うん、持ってかれないとか、うん、あと、はい、この前徳島の燃やすゴミの名称が変わったのニュースって聞いたことあります？知らない。あのそれが分別頑張ったんやけど燃やすしかないゴミっていう風に、市が燃やすゴミのネーミングを変えたんですよ。面白い、はい、でこういうの面白いなと思って、こういうなんかネーミングあった方がいいものって日常になんかないですかっていう。ああ、ありますよ、はい、ああ、あります、すごい、あれですよ、はい、あの悪いことってさ、はい、なんだろう、ちょっとかっこいいみたいなさ名前ついてたりするんじゃん。あ、まあ、はい、暴走族みたいなさ。あ、はいはいはい、そうですね、はい、それを名前を、はい、悪くしたらやらない、はい、うん、なんだろう、暴走族だったらなんだろうな、クソ寒い人たちそうとかな、はい、なんか闇バイトもさ、なんかかっこいいですね、ちょっとダークな、はい、確かにダーク、迷惑街の爪はじきも街のクソ野郎クソ野郎バイト、なんかさ、はい、なんかそう、うん、こたまに思う、はい、そうそうそう、そう、 うんこちゃんうんこちゃん、おっぱい飲みたいのバイトみたいな、なんかどんどんネーミングをさ、はい、そういうダサい方にしたら、はい、やりたがらないのかなとか思う。暴走族とか一時期珍相族って言い換えようみたいな、なんかあったよね、ありましたよね、確かにそこ同じその流れで、うん、クソサム迷惑かけ野郎とかね、確かに親のすねかじり族とかなんかさ、はいはい、屈辱な名前を与えるとかさ、というのなんかあったね。あ、そうですよね、確かにそれは絶対言葉の力ありますもんね、あるある、はい、うん、なんかそれで言うと分かんない、なんだっけ、お題がなんだっけ、まあ、なんかこのちょっと例えば徳島市が分別頑張ったんやけど燃やすしかないゴミって書いたりとか、お前のじゃないって傘に貼っとくと持って帰れない、ちょっとネーミング変えてなんか変わらない、なんかそれで言うとなんかちょっと趣旨とずれちゃうかもしれないけど、ホテルとか泊まりに行くとなんか飲み物どれ飲んでいいか分かんない、飲み物、うん、だから実はホテルによってこれ全部無料で飲めるとこもあったり、はいはい、逆に言えば水すらも飲んじゃいけなくて、はい、飲んだら全部金取るとこと、はい、有料で、はい、いっぱいあんのよ、はい、あれずるいなと確かにそうですね、もうなんかもったいないからさ、俺もうああいう時行く時コンビニとかで買ってくのよ、はい、けどいざ行ってみたらそれは飲んでいいとこだった、はい、でここまでは飲んでいいけどそっちのお酒手つけちゃったら5500円ですとか、あ、はい、あんのよ、はい、ああいうのをなんかしっかり名前をつけてほしい、ね、飲んでいいだけどさ、あれがさ付き合いたての彼女とかと言ったらさ、はい、格好つけたいからさ、はい、いいよ全然飲みないよって、まあ、言いたいじゃん、はい、まあ そうですね、そこを狙ってのビジネスだなと思う、はい、そうですね、あ、はい、で例えば今回も山中湖行ったんだけど、なんか俺そういうカード入ってるから、はい、ポイントでいけんのよ、あ、はい、ただ周り山の中だから、はい、何もないわけよ、コンビニでいろいろ買ってったよ、はい、飯食うとこがないから、はい、じゃあホテルでっていうホテル行ったらさ、はい、なんかパスタとかさ、はい、分かりやすいものありゃいいんだけど、はい、もうなんだろう、コースしかないのね、あ、はい、あ、8000円のコースです、はい、これ1万5000円ですみたいな、もうなんかもう8000行くしかないじゃんみたいな、はい、けど8000は別になんかビュッフェプラスメインが魚肉でプラス3500円やるとスペアリーブみたいなさ、はい、あの段階何とか思っちゃう、はい、
あー、はい、そこでちゃんと入り口ポイントで呼んどいて飯で金取るみたいな。だけど次の日の朝は俺会員だから朝飯はタダで食えるみたいなさ、はい、この押し引きがすごいのよ、はい、とこ。ああ、はい、なんかああいうのをちょっと俺しっかりしてほしいな。白黒白黒、うん、名称を変えて、名称変えてほしい、はい、なんかグレーな感じですよ、はいはい、やっぱし海外とか行ったら分かんないけど、もうここまで金使ったからなんか高い方がいいんじゃないのってマインドになるのよ。もうギャンブルで負けてる時みたいな。はい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 。で日本人よりもインバウンドの人を今狙ってたりするじゃん。あ、はい、だからなんか いろんな戦略があるんだなって思った。あ、はい、そうだからそういうのをネーミング変えてほしいね。そうですね、うん、はい、もう白黒はっきりせえみたいな感じで、はい、なんか分かりやすくな、ここ赤テープの中はもう無料とか、はい、青は値段とかやってくれやいいんだけど、だけどそれやると品がないし。まあはい、そうですね。そういう時さどうする？旅行行った時そういうのあったら飲む？それともコンビニで前もって買ってくタイプ？あ、まあ一応無料で置いてあるのはまあ飲みますけど、でもそのお水とかだけじゃなくてお菓子食べたいじゃないですか。うん、ああ、わかるわかる。なんで結局まあどっちにしてもコンビニは行きます。先にな。まあらかじめその近くコンビニが あ行けるね、ここのホテルならコンビニみたいな選び方もしますし、なんなら、はい。なるほど、はい。なんかそのコンビニ行くのを嫌がる人もいたり、女性によっては。ああ、そうなんですね。っていうのは聞いたことある。ああ。コンビニ行くんだわざわざ。まあ、いるでしょうね、確かに。ホテル来てんのにみたいな。いやでも そのホテルにはピザポテト売ってないですからね。あ、そういう正義があるんだと。はい、そのピザポテト食いたいじゃないですか。そう言われたらピザポテトで切り返せばあ、そうか、だからピザポテトのついでに来たから、はい、俺ちょっとお酒も買ってるだけで、はい、ね、はい、説明ができる、はい、誰なんす。確かになんか思い浮かんでるんですよね、多分。そうそう、そういうのあるかな。そういうイメージ悪い。了解です。はい、じゃあ浜口さん。はい、ねえ、右から2番目。はい、よしよし。おお長い。国産乗用車で、これ俺読もうか。あ、はい、お願いします。クイズです。クイズ、クイズ、はい、クイズ、あ、クイズ、はい、うんうん。ネットから抜粋しました。ああ、はい、ネットクイズね、はい。国産乗用車で一番高い車は何でしょう、うん、クイズ3択。おー、はい、1番レクサス、うん、2番センチュリー、3番未来、ローマ字で未来。ほう、未来、これ何なの、電気かな。電気っぽい名前ですね、うん。レクサス、センチュリー、未来、この中で国産一番高い車なんでしょう。全然分からんわ。分かる。そのまずセンチュリーと未来が全く絵が浮かんでないです。レクサスしか知らない。センチュリーは出てくる。なんどんなんですか。僕車全く分かんないですよ。僕なんだ、誰が乗ってるっけ、センチュリー。メーカーはどこ、長い系だよね。パーティーになんかリムジンみたいなことですか、的な。森健が車は分かんねえな、やめとくか。そんな車関係すんのこれ。あ、別に単純にな、どれが一番高いか。浜口さんすぐ分かった。これ分かんないよ、こんな答え見て。へえっていう。これ何、どうすっきりすんの。多分すっきりしない。いや、じゃあ僕は未来ですかね。未来ね。俺も未来だと思った。未来。けどまあいいや、うん、じゃあ変えとこう。俺はセンチュリー。センチュリー、うん。じゃあ正解発表します。はい、はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。いいですか。はい、はい、正解はセンチュリーです。しゃー。センチュリーは、はい、2000…8万円となっていて、
おー NSX 一番その高い階級ってことですか。生産はアメリカが販売終了した時点で日本一高い国産車となっておりますと。へえ、確かに高いね。本当に高いって話じゃん。うん、あ、そうなんだ。これ謎謎かなんかなんかな。クイズです。クイズ。じゃあ、はい、もう一問いいですか。2008万円なのらしいよ。レクサスとかはいくらなんですか。書いてますよ。レクサスは1000いかないよ。ああ、何百ぐらい、はい、ああ、イメージあります、ね、未来は分かんない。未来は分かんない。電気自動車か。確かに電気自動車が2000万とか確かにしないですね。確かに、うん、これ森健いけるんじゃない。ダンゴムシの呼吸法は、はい、これも3択ですね、はい、1番エラ呼吸、ほう、2番肺呼吸、はい、3番皮膚呼吸。あー、なんか俺は森木に当てないと、当てないと科学の名に恥じる。まあこれかなっていうのは、その3択出る前になんとなく思い描いたのはありましたけど、はい、いいですか。いいですよ。あの3番の皮膚呼吸。なるほどね、はい、でもまあちょっと分かんないですね、正直。俺もそう思ったけど、はい、じゃあ私2番。ちょっとそのさっきかそのパターン、その2個を選ぶみたいな。まあそうしょうがないんですけど。いや、ずらしておいた方が確率上がりますから、はい、いいですか。肺呼吸、はい、ファイナルアンサー。はい、はい、ファイナルアンサー。ダンゴムシの呼吸法はエラ呼吸です。あ、エラ。あー、両方不正解。エラなんすね。ダンゴムシはなるほどね、エラ呼吸なので溺れませんって書いてる。ああ、なるほど。これはもう知識だね。これは知識ですね。分かんなかったね。これ分かんなかった。俺も皮膚呼吸なのかなと思った、はい、あんだけね、層になってる。あ、はいはいはい。これはむずい、ね、空気入りそうだもんね。これは難しい。まあ以上でございます。おお、楽しかった。まあたまにはいいかなと。そうですね、はい、勉強になりました。はい、良いと。森健選んだよ。あ、じゃあ、うん、真ん中行きますよ。よいしょ。汚ねえな。あ、何で評価されたいって書いてあるんですかね、これは。適当。これ、俺？うん、片岡さん。おそらく。じゃあ前回、先週書いてるのかな。です、じゃあ、あ、でも前、もっと前に書いたんじゃないですか。残ってるやつ。あー、だから多分あれじゃないですか、浜口さんだったら絵で評価されたい。森田だったら、はい、頭いいねって言われたいのか、あ、はい、大喜利強いねって言われたいのか、あ、はい、何で評価されたいっていう。人に例えば面白いねなのか、はい、すごいねなのか。まあでも、面白いね、面白いかな、やっぱなっちゃいますけど。面白い面白いで何かあんの。そのトークがいい、大喜利がいい、モノマネがいいとか。あ、そのジャンルは問わないよ。まあ確かにそうですけど、うん、まあでも自分はまあもうこんな言うことじゃないかもしれないですけど、うん、まあ、トークに関しては、うん、まあその評価されないだろうと思ってるんで、なんか違うところで、まあ、大喜利も別に強くないですけど、なんか的な、なんか、なんかいいこと言うねみぐらいなだと一番嬉しいかもしれないです。浜口さん、え、面白い、面白い。あ、花子さん、場が盛り上がるね。いてくれたら。それ何。まあでも確かにそうですよね。いや、それってなんか明るいっていうのもあるしさ、はい、時には聞き手にもなってあげるしさ、うん、あ、いや、そうですよね、はい、なんかね、おもろいだけでいくとなかなか辛いこともあるかな、うん、はい、なんか、うん、カタちゃんいると場が盛り上がるねみたいな、はいはい、これ一番の評価されたいとこなのかなって。あ、なるほどね。まあ、MC 的な立ち回りそうだよね、はい、MC が確かにいるだけでさ明るくなるもんね、はい、それはあるかもしれない。確かに。はい、モンチェン、モンチェン、どうしましょう。次俺、はい、右から2番目よいしょ。はい、
歴史を感じるとき。あ、これまさに俺なんだけど、だからさっき言った浜口さんのさ、そういう子供とかでもいいかもしれないけど、はい、要は私が32歳の時に六本木に引っ越した家がある、はい、でそこでまあ俺はなんか放送作家の道に行ったり、なんかいろんなことをなんか人と知り合うきっかけが増えた、はい、でそっから37の時に引っ越した。でその後森田が、森田と鎧塚と清水バージョンが2代目みたいな感じで俺の家をね、はい、継いでて、まあ一応なんか私の会社の方で借りてて、まあ会社の登記もしてるとこだからずっとやってたんだけど、この度森田が引っ越しをして、はい、だからもう計13年だよ、はい、あの家を。俺がいる時はもっとこうだったなとかさ、あこういう彼女が当時来てたなとか思いながら、はい、森田とか鎧塚住んでる時はめちゃくちゃ荷物多いなみたいな。まあそうですね、トイレもさ、はい、壊れてんのレバーが。あー、はい、な、はい、俺の時から壊れてたんだけど、はい、なんかカッて流して、はい、カッて戻さなきゃいけないな。そうですね、あ、ちょっと戻りが悪いとずっと水流れっぱなしになっちゃうとかさ。はい、そうですね、うん、はい、でそれを昨日言ったわけ、森田がな、引っ越した時に、はいはい、鍵をさ、はい、昔のやつで、はい、いやなんか森田が開けづらいとは言ってたなと思って、はい、クッって刺さりもしないのあれ。そうですね、はい、だからもうそういう時なんか開けるのが下かなとか、はい、もうなんか10分ぐらいやってガーッて刺さって、うん、はい、抜けなくなっちゃってみたいな。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。そんなに、そんな、俺そうなんです、怖いね。もう逆に森田、あれストレスたま、俺だったらもう鍵かけないよあれ。いや、いつも本当かけたくなかったっすもん。後半5年ぐらいそんな感じだったの。そうですね、前回の更新の2年前かね、時に言って直し、一応なんか人が来て直してくれたんですけど、もう1ヶ月くらいで元に戻っちゃって、で、もう1回言ったんですけど、そっからそのなんか一応担当の業者には言いましたってだけで、そっから何の音沙汰もない状態であれをガシガシやってました。あれ何なの、クレ556かなんか刺したら変わる、そういうことじゃない。そういう、なんか多分もう中でゴミが溜まっちゃってるんですよ。なんかやった時も中に棒刺してなんかとこうかき出すみたいなことをやってた。あれ鍵ごと変えてくれやいんな。まあそうですね、でもお金高いんで鍵変えるのは。いくらぐらい。普通は引っ越すときに2万とかかかりますから、鍵交換代って言って。賃貸屋さんがやってくんない、不動産は。で、やってくれたのが、やってくれたのが結局その業者がなんかちょっとゴミかき出すみたいな感じで。だって俺もレバー直しに来たけど、なんかやっぱ直りきらなかったとか。はい、それでもうカチャって電気つけたらさ、モニターが綺麗に掃除してんの分かるけどさ、はい、やっぱ独特の匂いがしてさ。あ、はい、壁もなんか本当にある意味お化けが出てきそうな部屋だなと思って、カーテンもこれ、はい、13年前に俺買ったやつだと思って。そうですね、はい、そのまんまです。ロールも、うん、はい、そうです、そうです。すごいよな。はいはい、いや、そうですよ。13年間と思って、このちょっと分厚いカーテンパッてやったらさ、レースのカーテン出てきてカビだらけだったね。わっと。あ、レースありました。あ、開けてないんだ、あそこ。あ、そう、開けてないです。13年一応サッシは吹きました。サッシは吹いたんですけど、開けてないんだ。開けてないですね、はい、あそこは。っていう歴史を感じた。はい、うん、あ、なんかここでパッとなんかさ、あ、ここで浜口さんが来てネタ合わせもしたなとかさ、あ、はい、あ、森田とか鎧塚も来たなとかさ、あ、ここで探偵事務所でなんかやったなとか、うん、走馬灯のように思い出して、うん、はい、なかなかそういう経験ってないから、13年あの家を守ってたからこそ感じることがあるわけじゃん。はい、だお二人はそういうのありますかっていう。だって13年ってことは、家賃10だとして1年で120、はい、1200万、だから1600万ぐらい払ったってことでしょ。ああ、そうですね、はい、家賃。ああ、すごいよな、はい、だってその間に大家さん亡くなっちゃったもん。あ、そうなんですか。うん、もともとの人確か変わってん。あ、変わってんすね、うん、ああ、そうなんですね。そう、それで、うん、今日もう出ますって連絡したの。はい、そして7月末ですみたいに言われたら意外と軽くてさ、あ、分かりました、じゃあ、 解約の手紙送っておきますみたいな。おうおうおう、なんかちょっと引き止められるかと思ったの、はい、なんか問題ありましたとか、はい、なんか何だったらちょっと
交渉しますよとか言われるかと思ったら、はい、うん、はい、了解です、1ヶ月後なんで、じゃあ書類送っていただいて、それ立ち会いいつにしますかみたいな、あ、なんか俺の思い出が軽く踏みにいじられてる気がする悲しかったなっていう話。あ、はい、うん、まあ、あ、不動産屋はもうあるあるなんでしょうね、あるあるっていうか、もう日常業務でしょうね、もう解約の連絡だろうな、はい、そんな中、浜口さんありますよ、歴史を感じる、まあ、もちろんありますよ、そんな、ね、長く生きてるよね、はい、まあ、特に感じるのは有名人が亡くなった時かな、あー、あー、はい、この人がみたいな、はい、はい、嘘だろみたいなをさ、いや、そうっすね、子供の頃って経験してないじゃん、はい、はい、その、僕、子供の頃見たの芸能人が始まりだからさ、はい、そうですね、うん、その知ってる人が、はい、ね、もうよく親父とかがさ、うわ、知らない芸能人が亡くなってさ、はい、うわ、死んだかとか言ってたけどさ、その気持ちがまさに分かってさ、あ、はい、ごひいきにしてた人が亡くなっていくとさ、はい、うわ、時間経ったんだなって思うよね。いや、そうですね、確かに、うん、はい、そうね、なんか意外と分かんない、俺が最近ワイドショーあんま見れてないからか知らないけど、昔だと有名人の人亡くなったらすごいワイドショーでやってた気するんだけど、あ、はい、なんかもちろんヤフーやなんやで情報は入ってくんだけどさ、なんかあんまり深掘りがないような気がしちゃうんだけど、俺が見てないだけなのかな。まあでもじゃないですか、ミヤネ屋を見てればまたその感じはあるんじゃないですか。まあ、あと情報がいろいろとこの番組でやってこっちでこう、あ、はい、見るとこが媒体が多いからなのかな。もうなんかザ・ワイドショーみたいな番組自体も減りましたよね。そうか、はい、確かに、うん、バラエティ的なのが増えましたもんね。森田ありますか、そういう歴史を感じること。まあちょっとハムさんと被っちゃうんですけど、はい、要は最近例えば広末とかが、はいはい、ものすごい賑わしてるじゃないですか、はいはいはい、でも広末って、はい、広末さんな、広末さん、はい広末さんっていやもう僕からして広末なんですよ、中学校の時のあの広末のまんまなんですよ。なんで広末って言ってんだろうって急に違和感が出ていや僕はもうあの少年のままでね、どこも志村みたいな、ポケベルの志村後ろみたいな感じです、本当にそのポケベルの CM の広末のまんまなんです、マジで恋する5秒前の時の。そうね、なんだっけ、ポケベルかなんかで滑り台降りてパンツ見えたみたいな名言言うんだっけ、そんなんじゃなかったっけ、パンツ見えたわ、そんな CM なかったっけ、そんな CM でした、そんな CM でしたけど、うん、パンツ見えたまでは言ってなかった、パンツが見えてるんだよ、あれ見えてるの、そう、あ、そうですね、はい、うん、なるほど、あ、だからそこ、そのあの広末が今とやってるそのことで広末さんが女優になっていて、そうだよ、もうで、め年齢の割にめちゃくちゃ綺麗だみたいな枠に入っていて、でその人が不倫してっていう、一時なんかね、いろいろ沈みかけたけども、ちょっとなんか入りましたね、大復活でさ、はい、大復活でやっぱなんかもうスターなんだろうな、はい、うん、そうなんです、絶対もう一回復活すると思うよ、だから俺分かります、確かに何も、あ、広末さんだったらあん、まあ分かるわって感じじゃない、はい、うん、はい、いやそうなんですよね、スターなんだろうな、違和感はなかったけど、はい、うん、また映画とか見たいと思いますし、別にどう、はい、どうでもいいです、はい、いやそうなんです、うん、僕我々からしたら別にそのご家族の話のことなんで、うん、何とも思わないね、一部いるんですよね、だそういう文句言う人がね、昔とかね、はい、めちゃくちゃだったよね、いやめちゃくちゃでしたよ、もっとね、はい、もっとめちゃくちゃでしたよなんか難しい問題だな、はい、そこら辺はな、はい、そうですね、はい、いろいろと歴史あると、歴史がを感じるという、はい、もう次回7月7日、はい、七夕じゃないですか、はい、七夕です、はい、早いね、もう半年経ったと、もう半分、はい、残り半分折り返し、もう冬です、もう冬ですよ、冬ではないです、ほぼ冬です、まあ、こっから夏だこっからです、夏、いやもう思っといた方がいい、もう正月来るよ、すぐ来るよいやぐらい思っといた方がいいで7月8月はまたね、なんかコロナ明けてからの7月8月だから、なんか遊びに行けるとこも多そうでいいよね、あ、確かにそうですね、そうなりそうです、なんかみんなどこ遊び行ったりするんでしょうかね、はい、ということでございますが、梅雨っぽいのももう終わる、わかんない、まだ続くんじゃないですかって覚悟しておいてもいいです、沖縄は明けたって言ってもね、はい、ああそう、
ということでございます。皆様お体に気をつけてということで、それでは皆さんまた来週、バイバイ。バイバイ。